今回は次世代統合コックピットのためのソリューションをご提案いたします。一つ目はマルチディスプレイソリューションです。次世代の統合コックピットでは様々な情報を表示することになります。ナビやメディア、カメラ映像、クラスター映像などです。これらの情報を表示するためにはマルチディスプレイが必要となりますが、パネルの消費電力が増加します。ルネサスのマルチディスプレイソリューションはパネルの消費電力を平均 50% を削減し、ディスプレイの大型化や複数化を実現いたします。こちらのディスプレイは統合コックピットを想定したディスプレイ環境です。右側がルネサスのマルチディスプレイソリューションを適用したものです。左側は通常の動作です。中央にある電流計は2枚のパネルの合計の電力値を表示しています。通常動作の場合約 1400mAh 程度を定常的に消費していますが、ルネサスのマルチディスプレイソリューションではご覧いただけますように電力を約半分に削減しております。この削減によりパネルの消費電力を維持したままパネルを大型化したり複数枚化することが可能です。もう一つご提案するソリューションは見やすい運転支援です。このソリューションはカメラ映像を用いた運転支援向けのソリューションです。バックや縦列駐車時のリアビューカメラや交差点進入時のフロントカメラ映像に適用して見やすい画像を生成します。これらのカメラ映像は夜間や逆光時には、画像が見えにくくなってしまい、障害物にぶつかってしまう危険性があります。今回ご提案するソリューションはカメラ映像を見やすくし安全な運転をサポートします。ご覧いただいている画像は夜間の車庫入れ時の車載リアビューカメラを想定した映像です。右側はルネサスの見やすいソリューションを適用したものです。左側は効果がないものです。効果がないものは暗がりにある物体が見えにくく衝突する危険性があります。一方ルネサスの見やすいソリューションはご覧いただいてますように暗がりにある階段やポリタンクが見えるようになっており安全に駐車をすることができます。